皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は朝食抜きを続けたらがんがというお話です。皆さんに質問ですけれども、毎朝ですね、朝食をしっかりと食べていますか？朝は忙しいからとか、まあ、食欲がないから、あるいは、まあ、ダイエットでと、まあ、そういった理由で朝食抜きの人もですねいらっしゃると思います。朝は最もエネルギー、それから栄養が必要な時間帯ですから、まあ、一般的にですね朝食をとることは、まあ、健康を維持する上でとても重要だというふうに言われています。では朝食を食べないとどうなるんでしょうか？まあ、朝食抜きの、まあ、健康へのですね影響として、体重増加、まあ、肥満につながること、それから脂質異常症、まあ、これは高脂血症ですね、それから高血圧とか糖尿病といった生活習慣病、それから心臓や血管の病気にかかりやすくなるということが報告されています。さらにですね、まあ、こういった病気のリスクが増えるために、朝食抜きの人はですね寿命が短くなるということが分かっています。ではがんによる死亡リスクはどうなるんでしょうか？今回はですね、朝食抜きとがんとの関係についての研究結果を調査しました。最初にアメリカでの研究、次にですね中国での研究、そして最後に日本人を対象とした研究を紹介します。まずは2021年に Cancer Causes and Control という雑誌に報告された論文で、40歳以上のアメリカの成人7000人以上を対象とした観察研究です。これは朝食を、まあ、食べるかどうかをですねインタビューで調査したところ、まあ、毎日食べている人は 61%、 時々あるいはですね週末だけ食べるという人が 23%、 そしてですね朝食抜きの人が 16% だったということです。そしてですね朝食抜きの人はどんな人だったかというと、まあ、より年齢が若く、喫煙者ですね、タバコを吸う人に多く、また肥満が多いと、それから身体活動量が少なく、またですねコレステロール値が高い傾向にあったということですね。まあ、つまり不健康な生活習慣の人にやはり多く見られたということです。その後ですね平均で20年以上にわたって調査をして、がんやその他の病気で死亡する、そういうリスクを評価しました。この解析では、まあ、朝食だけの影響を調べるために、がんによる死亡に影響を与えると考えられる他の因子ですね、例えば、まあ、喫煙とか身体活動量、それから体格、これは BMI ですね、そして高血圧、糖尿病、コレステロール値、総エネルギー摂取量および食事の質、まあ、こういったものについて調節をしたモデルで朝食抜きとがんの死亡との関係を解析しました。その結果なんですけども、朝食をですね毎日食べる人に比べて、朝食抜きの人はがんによる死亡リスクが 52% も上昇していて、またですね全ての死因による死亡リスクは 69% も上昇していました。さらに、まあ、週末だけなどですね時々朝食を食べる人はもっと悪くてですね、がんによる死亡リスクが 65% も上昇していました。こちらが実際の、まあ、がんによる死亡率になるんですけども、この3つのグループがあって、こちらがですね毎日朝食を食べる人のグループ、そして朝食抜きのグループ、そして時々朝食を食べるグループですね。まあ、これ年齢とともにですね朝食抜きと時々朝食を食べる人の死亡率がやはり上昇しているということがわかります。次に朝食抜きでどんながんのリスクが高くなるかについて調べた中国での研究を紹介します。今年の3月にジャーナルオブジェネラルインターナルメディスンという雑誌に報告された論文です。これはですね中国のカイルアンという都市の住民を対象とした、まあ、大規模な観察研究です。6万人以上を対象に朝食を食べるかどうかを調べて、さまざまな種類の、まあ、消化器系のがんの発症率の関係を解析しました。その結果ですね朝食抜きのグループでは食道がんのリスクが 2.7 倍、大腸がんのリスクが 2.3 倍、肝臓がんのリスクが 2.4 倍、そして胆道がんのリスクがですね 5.4 倍にも高くなっていました。また週にですね 1、2 回朝食を食べるグループでも胃がんのリスクが 3.5 倍、肝臓がんのリスクが 3.4 倍になっていました。まあ、このようにですね朝食抜き、あるいはまあ時々食べる人というのはですね消化器系のがんのリスクが高くなると、まあ、そういう結果でした。最後に日本人での研究です。これ8万人以上の日本人
人の男女を対象として朝食を毎日食べるグループと朝食を全くあるいはほとんど食べないグループに分けました。そしてがんを含めたさまざまな病気による死亡率との関係を解析しました。その結果ですね、朝食抜きのグループではがんを含めた全ての死因による死亡リスクが男性で 43%、 女性で 34% 増加していました。死因別には朝食抜きのグループではですね、循環器系の病気で死亡するリスクが高くなっていたということなんですけども、がんによる死亡リスクとの関係は認めなかったということです。はい、というわけで、朝食を抜くまたは時々食べる習慣の人はやはりがんのリスクやですね、その他の病気による死亡率が高くなると、そういう研究結果でした。以上の結果よりですね、やはり朝食抜きはこれ絶対やめてというふうな話になるんですけども、ただ仕事などの生活スタイルによってはですね、朝、午前中に食事を取れない人もいるかもしれませんし、1日1食というふうに決めている人もいるかもしれません。そういった人はですね、仕方ないとは思うんですけども、ただ、朝食は1日のスタートに必要な食事です。時間がなくても、しっかりと食べたいですね。いつも動画のご視聴ありがとうございます。この度ですね、がん相談サロンというオンラインサロンを開設させていただきました。このサロンでは皆さんからお寄せいただいた質問やご相談に答えたり、皆さんと一緒にオンラインでミーティングをしたり、あるいはですね、メンバー同士で交流できる場を作っていきたいと思います。サロンの URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。